8番ラーメン完成しました。美味しそう、香りがいいですね。100万円になる、まあ、帯封がついた馬券になるような馬券を買っていこうと思います。なんか相手がいない気する。これは神奈川県にあります川崎競馬場に来ております。1日馬券を買って車中競馬観戦していこうと思います。では早速オフィス仕様にしていきましょう。今回はニューアイテムがあります。肩こりを減少させるというアイテムになります。すげえ、あ、めっちゃ楽になる。こっちから見ると、まあこんな感じですね。これただこう引っ掛けてるだけなんですが、結構ちゃんと固定されているので全然腕を置いても大丈夫だし、ちょっとこっちの方がね長めなんで、まあ普通に右利きの人がマウスとかいじる時にも、まあ、肘を置いて使えるようになっています。電源はですね、ご提供いただきましたビッグブルーさんのポータブルバッテリーを使ってワンワークしていこうと思います。まあ、こうしたね、コンパクトの電源があれば、まあ、車内でも一日快適に仕事ができるんじゃないかと。今日はこのノートパソコン、あとはですね、モニターもありますんでね、電源をフルに使っていこうと思います。ソーラーパネルのチャージャー、こちらもご提供いただきましたんで、ソーラー充電をしながらポータブル電源を使っていこうと思います。かなりね、今はコンパクトに収まってるんですが、うおー、ポータブルバッテリーや、まあ、携帯電話とかもね、充電することができます。ちょっとね今から設置していこうと思います。いかがでしょうか。こんな感じで他の車にも迷惑にならずにソーラーパネルをつけることができました。この S 字フックを使ってぶら下げています。車の中からの景色なんですが、こちらに今試しに iPhone の充電ケーブルを挿しました。試しに iPhone 充電できるか。おお。こちらのソーラーパネルから充電賄うことができてます。いや、太陽の力すげえ。ソーラーパネルでポータブル電源を充電していきます。こちらにアウトプットとインプットと、インプットの方に挿していきます。いけてますね。これが充電マークで、今充電してますよってことなんで、なので光がある限り今日は電気無限に使えるそうです。今からこちらの馬券を買っていこうと思います。あれがドリームビジョンといって、一時期世界最大のターフビジョンになったこともあります。ただこれを作って世界一になった瞬間にドバイに抜かれました。一時期世界一にもなったことのある超巨大ターフビジョンになります。はい、今日はね一日こちらでバンワーク括弧競馬をやっていこうと思います。まあ、車ね、駐車場こちら無料で止められて、まあそこが馬券券売所があって、あとトイレもありますんで、最高のバンワークスポットになりそうです。いや、川崎市内で駐車場無料っていうのは熱いですね。はい、馬券早速買ってきました。今日はですね、 JRA スーパープレミアムということで全レース3連単1200円買ってきました。まあ、こちらね、事前に僕が発行している PDF 新聞買い目を掲載しているんですが、この機会にね3連単を楽しもうという企画です。1200円かける24レース全部買いましたんで、28,800 円のマイナスからスタートです。どうやら川崎競馬場のフリー Wi-Fi はありますね。これ1日ね何回でも接続可能なので、これかなりいいんじゃないですか。ちょっと今から接続してみようと思います。はい、 Wi-Fi いけましたね。
すごいです。川崎市の Wi-Fi です。好きです川崎愛の街で、しかも Wi-Fi の速度を計測したところですね、 82Mbps。 いやこれはねかなり高い数値です。最低20ぐらい、まあまあ動画は見れるぐらいなんで、82っていうのはかなり優秀です。競馬関連施設の Wi-Fi の速度っていうのもね、今後計測していこうと思います。3連単12点企画始めていきたいと思います。この企画ね、始めた一番最初がねプラス27万とかになった、もう伝説の企画なんで、まあ、かなり期待しています。ではね、中山1レース今からレース見ていこうと思います。このもう2、3着と1、3着固定っていうね、いけ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 、12、4、12、4、12、4、あ、12来たけど、あ、4が止まった、うわー。というわけで1レース目外れです。こちら今気づいたんですが、ソーラーパネルから充電しながら使っているんですが、どうやらソーラーで充電しながらこちらの AC コンセントですね、ちょっと同時にはできないっぽいですね。現状 AC ボタンを押しても反応しないんですよね。 USB は使えるみたいなので、ソーラーパネルとこの USB を同時使用はできるんですけど、まあ、まだねバッテリーかなり残量あるんで、今は一旦ちょっとソーラーパネル抜いとこうと思います。5は来たのに、あー、外れです。9番大丈夫か、8番人気の馬を、1着か3着来てる来てる、9、おおおお、させ913、あー913、あーだーだー931、あー、うわー93931、うわー、シュバルト・ライテという、僕はね、一口馬主をやっている。まあ、そういう意味でもちょっと応援したいレースですね。12頑張れ。お、お、お、来てる、来てる。勝って、刺せ。あー、惜しい。惜しいけど2着。5番、12番、15番、2番。なんでなんか3連単も、なんか微妙に外れるし、一口の馬も微妙に2着だし、どっちも当たんねえのかよ。シュバルト・ライテ、ぜひ名前だけでも覚えてってください。これをオンエアする頃にはね、もう勝っててくれるかもしんないんで。いや、楽しみが増えました。実はちょっとね、車内の雰囲気を変えてみたんですが、壁紙ですね、どうでしょうか。ログハウス感が欲しかったので、木目調のちょっとウッドな感じで、こちらね、コーナーに売っていたリメイクシート、まあ、壁紙シートというものでね、まあ、5000円ぐらいかかりました。なんとかね貼ることができたんですけど、車中飯作っていこうと思います。これね、前回放送で金沢でね、7番の餃子、8番の8番ラーメンという風に紹介したんですけど、金沢のね競馬仲間がこっち来た時にお土産ということで、買ってきてくれましたんで、ありがとうございます。はい、トラベルクッカーですね。こんな感じで非常にねコンパクトに収まってます。でこちらね、消費電力が 100V 250W でいけますんで、今日使っているねこちらのポータブルバッテリー、これでもね動かすことができますんで、このバッテリーをフルに活用してラーメン作っていこうと思います。でこれ多分ね、お湯沸けるのに結構時間かかると思いますんで、ラーメン一杯作る分のお湯でどれぐらいかかるか測定していこうと思います。この缶に一緒に入れる野菜を切っていきます。あ、もうかなりいけてますね。ほぼ沸騰状態になってます。15分ぐらいラーメン1杯沸かすにはちょっとかかりそうです。ラーメンの熱でかなりちょっと熱いんで、ポップアップせっかくなんだ、開けていこうと思います。8番ラーメン完成しました。美味しそう、香りがいいですね。ほんまにね、この8番ラーメンの麺美味しいんですよ。
競馬移動。ごちそうさまでした。スープ問題なんですが、こちらの凝固剤で固めて一般ゴミとしてゴミ箱に捨てようと思います。はい、こんな感じでもう固まりましたね。調理したことで電源もう1までギリギリの状態まで行ってしまったので、ソーラーパネルで充電しています。ソーラーパネルがあってね、良かったですね。ソーラーパネルなかったらもうこの時点で回復することはないので、HP を今回復してます。はい、後半戦やっていこうと思うんですが、やはりねこのスタイルいいですね。もうすぐに仕事仕様に戻せますし、使った食器とかはこっちに置いておくことができますんで。はい、後半戦一発目、中山5レース、ここから新馬戦なんで、876876、そのまま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 、いや、どうだ、いったんじゃ。876だろ、876だったら当たります。よし、イエスイエスイエス。3番人気、5番人気、1番人気。よし、万馬券18,310円。やりましたー、1個目的中。あ、1が来すぎ。あー、うわ、817。いや、37,000円ですわ、817で。3着。いや、詰まってるじゃん。まあ、今日一の、今日自信度 A の勝負です。12番のマーキュリー7。いや、12番来てる。マナト、ヒダマナト。よしよしよし、刺せ。あと相手。あ、12来た。あ、だった。あ、12勝ったけど、なんか相手がいない気する、これ。12、7、13、6。いや、押しすぎでしょ、これ。いや、6が3着だったら当たっとるやん。うわー。まあ、いつも通り、帯チャレンジ企画、チャンネル登録者数を軍資金にしてですね、100万円になる、まあ、帯封がついた馬券になるような馬券を買っていこうと思います。まあ、帯チャレ企画ね、これいつまで続くかわかんないんで、ファイリングしていこうと。まあ、大体2万ずつぐらい買ってってるんで、まあ、これがね、どんな風になるか。まあ、負けたとしても、なんかこのウィンズのね、名前とかが入ってるんで、まあ、コレクションしていこうかなと。まあ、13頭立て、まあ、春月光っていう馬がね、まあ、どう頑張っても3着までなので、まあ、3連単企画は、こんな感じで買ったので、帯チャレ馬券はこんな感じで買っていきました。まあここに入れときましょう。普通にファイルしておきます。13、2、1、差しすぎ。1、3着に、あー、1差しすぎ。あ、差す、あった。13、2、1、 あるかも。いや、微妙。10番がいなければ完璧なんですけど、1が刺したかどうかがちょっと微妙。いや、13、2、1だったらめちゃくちゃ熱い。うわー、微妙。いやー、1なんか4着っぽいな、これ微妙に届いてない感じ。いやー、だいたい8000円かかってるんで110万になります。いや、めっちゃでかいわ。鼻差で1か8かやん、何これ。え、13、2、1、お、よっしゃー。え、13、2、1、来た。帯チャレ成功です。こんな年、2021年最後の日に、こんなことある？なんかあそこね、機械しかなかったんで、ちょっと高額払い戻しができるのか。払い戻し金が限度額を超えています。投票券。払い戻し行ってきました。払い戻し馬券になります。川崎競馬組合の封筒です。おーい、あとですね、帯ゲットだぜ、やったー。1点残念なのが入ってないんですよ。上名が1,148,000円になりました。まあ笑うしかないよね。見てほしいというか、もう厚みをね。今日はですね、川崎競馬場にいるんですけど、大井競馬もあるということで、もう大井と川崎はね、車で30分ですから、もう今から大井に行って勝負したいと思います。100万円はかけないけど。レッツゴー、キルシマ。
大井競馬場行ってきました。いや、2頭ともね、ちょっと応援している馬主さんの馬が出ていたんで応援していけたんですけど、いや、どっちもね、ちょっと残念ながら勝つことができませんでした。勝負服バッジいただきました。これせっかくなんでちょっと車に飾っておこうと思います。はい、こちらピンバッジコーナー、このねロイヤルアスコットも実はこの鶴見オーナーからいただいたものなんで、せっかくなんで、ね、じゃあここに並べて、かっこいいな勝負服の、ピュア丸々っていう馬がね、まあ、地方と中央にもいますんでね、ぜひ見かけたら皆さん応援してあげてください。3連単全12点勝負終わりました。もうこんなに、これ先に言っておくと全部外れです。2レース的中することができました。全部で 28,800円購入してですね、これ2つ合わせて 32,670円プラス 3,870円になりました。しょっぱいな。まあなんとかねプラスにすることができましたんで、この企画としてはね今回、まあ、成功と言えると思います。いつもやってきたねこのおびちゃれ企画、この奇跡を歩んでいこうと、東京金沢オープス、行ってきましたけど、なんとね4回目で当たってしまいました。だからこっからまた100万負ける可能性はありますけど、まあ、今日とか大成功と、まあ、こんな感じでね、またチャンネル登録者数を軍資金にして全国回りながらね帯チャレンジ企画を楽しんでいこうと思いますんでね、面白かったよという方、あと軍資金をねくれてやるぜって方はぜひチャンネル登録を、清き1票1登録をお願いいたします。まだまだ帯チャレ企画続けて全国回っていきますよ。今回のロケで使用したこちらのビッグブルーさんのポータブル電源、そしてソーラーパネル、ちょっと最終的なレビューをしていきたいと思います。良かったところは、まあ、やっぱ非常にね、まあ、このサイズコンパクトで使いやすい、ちょっと色味とかね、そのビジュアル的な部分も結構かっこいいかなと。あと意外とね大事なのがここなんですよね、この持ち手。結構ポータブル電源っていうのは家で充電して車内とかキャンプ場で使うっていうところがありますんで、このね持ち手があるっていうのは非常に大きい。なおかつここがね結構出っ張ったりしてると、常にこの状態だとね邪魔だったりするんですけど、これ閉じてるんで、もうここがねなんか場所を取らないっていうのがね、地味にね結構使っていると、こういうところの工夫っていうのが大事なんで、引き出し式の取っ手っていうのが非常に、まあ、便利かなと思いました。これ側面にねついてるタイプなんですよね。このね AC コンセントがこの縦にあるっていうのが実はちょっとポイントがね高くてですね、まあ、なぜかというとですね、縦に並んでないとね結局利用できない場面っていうのがかなり多いです。パソコンのアダプターと、あとはこのカメラの充電とかをね同時にしたいっていう時があるんですけど、これね横に並んでるとね、この2つ並んでね挿すことができないっていう、なんですがこの場合ね縦なんで、でもう一つはこの上に挿すことによって、はい、2つね充電することができます。まあ、こう縦になってる場合の AC コンセントはねかなり使い勝手がいいかなと思います。実際に使ってみないとなかなか気づけない点だと思いますで、まあ、その点ね今後使うことを想定する場合はね、こういう縦タイプのポータブルバッテリーっていうのはかなり活用できるかと思います。また小さいながらにもこの USB がね、まあ、4つあるっていうのがいいですよね。結局今 iPhone とかほとんどが USB なんですよ。まあ最大ね言うたら6個充電できるわけなんで、これ一つで複数人でキャンプとか行っても同時にね使うことができるんで、残念だったのが放熱する時のファンの音が結構うるさいっていうのがあったのと、まあ、あとはこのソーラーパネルと併用してこの AC コンセントっていうのが使えないというところがあったので、だいたいこのソーラーパネルを使うぐらいってことは結構バッテリーがもう残り少ない時にソーラーで充電したりするので、これがね併用できたらさらに良かったかなと。まああとはこれですね、残量がアナログなんですね。デジタルであと何パーセントってね正式に出てくれたら、まあより確かな実感はあるんですけど、これがデジタルの方がまあいいのかなっていう気がしないでもないです。まあこんなね使い方はいいかなと思ったんですけど、やっぱ初めてのポータブル電源だったら、やっぱこういうねコンパクトなサイズで買ってみるっていうのは非常にいいかなと。これよりワンサイズ大きくなるともう7万円とかっていう値段になってきますんで、ポータブルバッテリーの中では比較的安価な、まあ2万円ぐらいで買えますんで、初めて買ってみるっていう方には一番いいかなと。あとはキャンプがねメインの人もいいかなと。250W だと IH を使うってなると無理なんですけど、調理は外でしますよとか、料理は使えませんよっていう方はもうこれで1台で全然十分だと思います。あとキャンプがいい人のね理由がもう一つあって、実はこれねかなり光るんですよ。1個だけじゃなくてこれ光ったりもするんで、いやすごいな、これ1個だけでもなんか生活できそうな。まあキャンプとか行ったら、だからこれを持ってなんか懐中電灯代わりに、まあ道を照らすこともで、わめっちゃ明るいやん、これ行くとこ行くとこ、あこんな感じですね、めちゃくちゃ明るく照らすことができます。
まあ、パソコン使ったり iPhone の充電したり機材系を充電するにも 250W あればまず全部大丈夫なんで、あとはね小家電、ラーメン今回作りましたけど、まあ、ラーメンとかああいうちょっとしたねミニ家電であれば、まあ、使えるのが大体250か、まあ、300ぐらいなので、簡単な料理は実際できるってことが今回の検証でもいけましたんで、まあ、その点に関しては問題なく使うことができました。まあ、僕ねもう一個大きいサイズのポータブルバッテリー実は持っていて、あの他社さんの製品で、まあ、悪いんですけど、でこちらがね、まあ、7万8万円ぐらい 700W なんで、容量としてはやっぱりこっちの方が大きいんですけど、他の人にちょっと現状2台持ちでもいいかなと。こっちは IH とか調理用で、でこっちはもう仕事用パソコン、これほんまにね3つ分ぐらいなんで、大きさがね全然違うし、あと重さねめちゃくちゃ重いんですよ。まあ、こっちは普通に片手持てるぐらいなんですけど、で2台持ちがいい理由としては、毎回ねこれをね積み下ろしするのがかなり実は大変で、基本的に走行充電で賄ってるんですけど、簡単に積み下ろせてホテルとかで充電することもできますんで、まあ、それを考えるとこれノートパソコン専用に使っておけば、まあ、これ2台持ちも車中泊ではありなのかなと。こちらのねソーラーパネルっていうのはね今回初めて使ったんですけど、いやすごいですね、驚きました。山奥とかでも電気を供給することができると、いやめちゃくちゃ今ねコンパクトなんですけど、まあ、広げたらかなり大きく、これがだから9面あんのかな。このまんま USB とあとこれ Type-C かな、ソーラーパネルからそのまんま iPhone とかも充電できますんで、なんでソーラーパネルはちょっと非常用としてね今後持ち歩きたいかなと思いました。いやこれはねマジでちょっと良かったです。なんか1個あるだけでなんとかなるということなんで、なんか災害時とかね停電とかした時にもこれ1個あれば1日ね放置しておけば電気をね作ることができますんで、なんかまたポータブルバッテリーとは別でねプラスアルファで持っておくとかなりいいアイテムかなと思いました。